皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう公式パートナークリエイターニンニクアッターです。今日の動画はこちらのアルファベットすべてご紹介させていただきます。まずは広場のアイスクリーム売り場レイカのところに C を見つけることができました。今回のアルファベットめちゃくちゃ大変でしたね。こういう風に動いているんですよ。なのでここですよっていうところは言えないんですけれども、こちらの E はダウンタウンの入り口にふわふわと浮いています。こちらは広場のアスレチックになります。このようにアイスクリームを拾うと次のアイスクリームが現れます。アイスクリームをどんどん拾っていくと最終的にアルファベットにたどり着くことができるんですけれども、今回酒神さんのライブ配信で一緒に探したんですが、全部で5時間ぐらいかな。正直めちゃくちゃ疲れましたね。今までやったイベントの中で一番大変だったと思います。こちらにアルファベットの S を見つけることができました。今回は私が見つけた順番にご紹介させていただきます。こちらはゲームセンターの上ですね。ゲームセンターの上にアルファベットの O を見つけることができます。こちらはビーチリゾートの宝箱がある、これなんて言うんだろう、小島っていうのかな。こちらにもアイスクリームがたくさん落ちてるんですが、これはね別に拾わなくてもいいようです。なんか近づくと消えてってアルファベットの M を探すことができました。続いてはキャンプ場になります。キャンプ場もアイスクリームを拾っていくと S を見つけることができるんですけれども、キャンプ場はね多分これ1個なんですよ。今回はダウンタウンがめちゃくちゃ多いなっていう気がしましたね。こちらのバーベキューのところに S を見つけることができます。ビーチリゾートの中央にある建物の裏に K を発見することができました。これはふわふわ浮いてるのでここですよっていうことは言えないんですけれども、中央の建物の周りにあると思います。ダウンタウンのアイスクリーム売り場の横に U を見つけることができました。こういう感じで置いといてくれるとめちゃくちゃ見つけやすいですよね。全部こういう風にしてほしかったな。続いてこちらは警察署の屋上になります。あまりにも大きすぎて分かりにくいかもしれないんですが、こちらに H を見つけることができました。ダウンタウンのガソリンスタンド、こちらにもアイスを見つけることができます。このアイスの先にアルファベットの R を見つけることができました。ダウンタウンのホテルの中ずっと進んでいくとこちらサウナがあるんですけれども、このサウナに愛を見つけることができました。こういう風に出てると分かりやすくていいですね。こちらは広場の観覧車の上になります。一番頂上に行くと T が浮いてるんですよ。これよく見つけましたよね。こちらも広場のセブンイレブンの中になります。ちっちゃいんですけれども、ここに R を見つけることができます。続いてはダウンタウンの倉庫になります。ちょっと分かりづらいんですけれども、上を見上げていくとこちらに Y を発見することができます。広場のラインストアのプールの中にアイスクリームがあります。このアイスクリームを取っていくとアルファベットの A を発見することができます。こちらも教えてもらわなかったら絶対わからなかったですね。ファッションモールの2階、 NPC のハッピーに話しかけるとクイズを出されるんですが、このクイズに答えるとアルファベットをもらうことができます。クイズ自体は簡単なんでぜひやってみてくださいね。こちらはコンサート会場の控え室になります。パッと見わからないんですが、こちらのウォーターサーバーの中にアルファベットの E を見つけることができました。こちらはリゾートの池の周りにアイスクリームが落ちています。このアイスクリームの先にアルファベットを見つけることができます。
池の周りに落ちているアイスクリームはどん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 中央の建物へ向かっていきます。建物の待合所っていうのかな、エントランスっていうのかな、こちらにアルファベットの P を見つけることができました。こちらはダウンタウンのゲームセンターになります。このゲームセンターの奥のパンチングマシン、こちらを使わないと出てこないんですよ。こういうのがあるともう本当にね、全てを試さないといけないのかなって思っちゃいますよね。私はダウンタウンにある映画館全ての椅子に座ってみました。正直めっちゃ疲れるね。こちらもダウンタウンの中にある美容室になります。こちらで髪の毛を洗ってもらうとアルファベットが出てきます。ちゃんと椅子から降りないと出現しないので気をつけてくださいね。もしそれでも出てこないよっていう方がいらっしゃいましたら、一回リログインをしてみてください。そうすると出てくることがあるようです。こちらはダウンタウンにあるコリアントラベルセンターになります。こちらの橋の下にアルファベットの O を見つけることができました。次は広場の学校になります。なんと女子トイレの中、こちらの便器に座るとアルファベットの Y が出現します。ちゃんと座らないと出てこないで気をつけてくださいね。同じく学校の校長室、こちらの椅子に座るとまたアルファベットが出現します。今回のアルファベット数も多いんで大変だとは思いますが、わからないところがあれば動画を何回か見直してみてくださいね。こちらはダウンタウンのサッカー場になります。サッカーボールを蹴るとアルファベットが出現するんですが、片方しか出現しないので気をつけてください。次はダウンタウンの警察署になります。こちらの署長室、こちらの椅子に座るとアルファベットの N が出現します。こちらのペットショップではペットをお風呂に入れるとこの上のところに E を発見することができました。次はダウンタウンにある病院になります。こちらもね、いろいろ試したんですけども、この台の上に乗ってこのイントラクションを使うとこちらにちっちゃいんですけれども C を見つけることができます。こちらはビーチリゾートの遠い海になります。場所はちょっと分かりづらいんですけども、ここですね、めっちゃ奥です。これに関してはこれを見て探してくださいというふうにしか言うことができないんですが、これはババラさんから教えていただきました。最後もビーチリゾートの遠い海になります。この場所もちょっと説明しづらいんですが、ここら辺です。この地図を頼りに来てみてください。最後の場所はヘランさんから教えていただきました。今回酒神さんのライブ配信で皆さんにご協力をしていただきました。本当に皆さんありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルでは皆さんのお役に立てるような動画をどんどん撮っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。